美人弁護士の岡本先生にですね、はい、ちょっと確認を取らせていただきました。わざ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 そうするとですね、バイベンチャー企業の M&A は M&A バンク。今日はですね、皆様にお詫びがございます。誠に申し訳ございませんでした。ちょっと何のことだか分かってないのちょっと YouTube っぽくないですか。そうですねいやいや、これはね、はい、何かと言いますと、まあ、YouTube の方で動画も上げさせていただいてるじゃないですか、はいはい、とある方からですねコメントいただきまして、ずっと気になってたんですが、うん、バイアウトは売却って意味じゃなくて買収の方ですよ、うん、ずっと売却で使ってましたよ。だから僕はバイアウトを売却の方で使ってるじゃないですか。だから見た方が多分その飲み会とかで同じように使ってたら非常に申し訳ないなと思ってまして、お詫びでございました。なのでちょっと専門家にいろいろ聞いてみたんです。売却することがバイアウトだと思っていたんですが、実際どうなのかと、うん、美人弁護士の岡本先生にですね、はい、ちょっと確認を取らせていただきました。わざ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 そうするとですね、バイアウトは買い手から見た買収として使う方が正しい、売り手から見た売却として使うのはおかしいというご指摘でしょうか。用語の意味を厳密に言うのであればそのご指摘自体は正しいと思います。あくまでも一般用語として買収案件、売り手から見れば売却案件というような柔らかい意味で使用していたのかなと思っています。一般的には買収の意味で使うことが多いと思います。売却はエグジットなどが多いかと思います。会話の中で一般用語レベルであれば買収売却どちらとも取れるような意味合い、バイアウト案件かバイアウトされるなどで緩く使うこともあると思いますと岡本先生からコメントいただきました。わざわざありがとうございます。ただ僕も3年ぐらい前まではえってちょっと違和感あったんですけど、特にベンチャー界隈の経営者さんと話すと、もう完全に売却の意味で使ってる人多いですよね。別に島本さんだけじゃなくて、そうっすよね、はい、過半数の人がその言葉を買収として使っても、なんかそれ日本語なんじゃないかみたいなのはちょっと思ってるところがあって。大丈夫ですかそれ。いやいやいや、どっちでもだからどっちでもいいんじゃないのかなって正直思っては、はい、別に 法律用語ではない。なるほどね、し、はい、別にどっちでもいいんじゃないのとは思うんですけど、はい、だから僕は一応バイアウトじゃなくてバイアウト案件というように、はい、これから変えていこうと思っております。はいはい、おまけで、はいはい、言葉の話ですと、結構聞くのが経営者さんで、うん、いや僕は IPO か EXIT かまだ決めてないんですよねとか、両方狙ってますみたいなことをおっしゃる経営者さんがいて、それって多分 EXIT M&A って言ってるんだと思うんですね、うんうん、でも、IPO も EXIT の一つなので、 IPO か EXIT ってっていうとなんかちょっと違和感があるとか、 IPO か M&A って言ってもらう、もしくは EXIT って言えばその中に IPO も M&A も含まれているの方が肌感としては合うかなとは思いますね。どっちも EXIT だろうってことですか。そうですそうですEXIT ですか EXIT ですか。ヨルさんアメリカ帰りです。あ、そうですね。どっちでした。EXIT。 あ、そうですね。そういうことじゃあまた M&A バンクでお会いしましょう。ありがとうございました。ベンチャー企業の経営者の皆様、一度無料査定してはいかがですか。実体験をもとにアドバイスさせていただきます。お問い合わせは動画の概要欄からお願いします。チャンネル登録もお願いします。